こんにちは、川野ゆうまです。今日は閉店後のお店に来ております。今日はですね、このバリア VS3 という電動グラインダー、新しい電動グラインダーですね、これを使ってエスプレッソを落としていきたいと思います。これどういうことかっていうと、エスプレッソって素晴らしく細かく挽いた粉を詰めて初めて濃厚な、凝縮されたエスプレッソになるので、専用のグラインダーが本当は必要なんですね。ここで言うと、まあ、ここの右端のこのグラインダー、これがシモネリという、メーカーのミトスという電動グラインダーで、これがエスプレッソ用のグラインダーなんですけども、普段はこういう専用のグラインダーを使っています。で、僕が買って家でもドリップ用に使ってこのバリア VS3 はエスプレッソにも引けるっていうことで、どこまで、まあ、エスプレッソに適したグラインドができるかっていうのを実際にこのグラインダーで引いてエスプレッソを落として確認していきたいと思います。そのところで、ちょっと抽出する様子、引く様子をアップにして、紹介していきます。はい、バリア VS3 こんな感じのグラインダーです。引き目はこの上の部分をひねると調整ができます。僕は普段はホットのドリップは10番で引いています。こっから細かくしていくと、こっちに回していくとどんどん番号が小さくなっていって、最終的にこっちの0番で、まあ、止まるんですよね。0番以上はひねれなくなっていくんですけど、ここ以上は、なんで2番とか3番とかはかなり細かい引き目かなと思ったりしています。まあ今回はちょっと初めて入れるので、何番が正確ちょっと分かってないんで、一旦かなり細かめの3番で引いていきたいと思います。これで3番で引いてみて、どんな感じにエスプレッソが落ちるのかを見ながら、エスプレッソの引き目の調整からやっていきたいと思います。じゃあまず豆を測っていきましょう。エスプレッソのレシピは、僕は普段は 18.0g の豆を使うので18測っていきます。で、このバリア VS3 のいいところは、まあ、垂直に落ちるっていうのもそうだし、中に粉が残る要素がかなり少なく設計されているので、ほぼ 18g 引くことで 18g の粉になっていきます。これ結構珍しくて、他のグラインダーだと中に残っちゃったりして19ぐらい引かないと 18g にならなかったりするので、それはすごい助かりますね。一旦 18.5g ぐらいの豆を引いていきます。スイッチを押して上に豆を入れていきます。はい、エスプレッソ用か分かりませんが、かなり細かく引けました。これで一回落としてみたいと思います。はい、では今の粉が 18.0g であることを確かめて、まずはドーシング、粉の量を調整していきます。 0g に、調整したスケールで今の粉をセットして、何 g になるか、まずこれ見ていきます。 18.6、 ほぼほぼ完全に落ちきりましたね。これすごいっすね、マジで。そしたらその上で、18.0 に減らしていきます。はい、こんな感じです。そしてこれをこのディストリビューターという道具で平らにならしていきます。はい、そしてタンパーで押し固めます。グッと。これでタンピングをした 18.0g のコーヒーが準備できました。これを落としていきます。そしたらまずセットして、スケールにカップを置いて、18詰めたら 42g ぐらいのエスプレッソを落とすっていう感じで普段入れています。じゃあこれで落としていきましょう。落ち方こんな感じです。ちょっと早いかなって感じですね。はい、ああちょっと出すぎちゃいました。勢いよくだいぶ出ていきました。今ので17秒です。17秒は普段の感じからすると結構早いっすね。もうちょっと20秒以上かかるかなーってイメージです。ただこの辺はグラインダーの性能によって適切な秒数とかの感じが違うので何とも言えないんですけど、とりあえず飲んでいきましょう。はい、では今抽出したコーヒー17秒で、ちょっと止め際、長くなってしまって 44g 落ちたんですけど、これを飲んでいきたいと思います。いただきます。うんうん、酸っぱい、かなり酸っぱい、甘さが足んないですね。これは未抽出という状態、もっと甘さが溶けきるのに溶けきってないっていう状態で、引き目を細かくすることでもっと甘くなります。なので今3番で未抽出だったので、次2番で引いていきましょう。では次に今3番で引いて、ちょっと粗かった、落ち方が早かったので細かくしていきます。どのくらい細かくするかちょっと難しいんですけど、一旦 0.5 細かくして 2.5 この引き目で、落としていきたいと思います。同じくですね、まあ、18g の豆を測るんですけど、
今回は、まあ、引き目を変えたので、前回の引き目の粉がちょっとだけ中に残ってるかもしれない。そのためにこの上のこのパーツ、これを乗っけて手のひらでシポシポっとやってあげると、手で、まあ、真空状態というか空気をグッと押す状態になって、粉を空気で押し出すことができます。これプラス2、3粒ですね、3粒くらいかな、豆を引いていきましょう。はい、でこれで、まあ、正しく引いた粉で、前の引き目の古い粉を押し出すっていう作業をやってあげます。これリンスっていうんですけど、まあ、家でもドリップの時にやったりする場合もあるかもしれないです。これをやってあげると正確に今引いた引き立てのこの引き目の粉っていうのが用意できます。この状態で改めて豆を引いていきます。はい、引けました。さすがに細かくしたんでね、結構時間かかりましたけど、まあこんなもんです。引いた感じはこんな状態、さっきよりちょっとだけ細かく引けてるかもしれないですね。じゃあこれで入れていきたいと思います。ではさっきの出し柄はこんな感じです。はい、これをノックボックスで捨ててあげて、中のバスケットを拭いてきれいにしてあげて、はい、この状態で改めて 0g になっているのを確認して粉をセットしていきます。はい、これで 18.3g、 18.0 にします。はい、これでさっきと全く同じグラム数ですね。これであとは同じように、対応にして単ピングをして、はい、これで全く同じグラム数、同じ条件で落としていきたいと思います。はい、セットしてカップを置いてスタート。細かくしたんでさっきよりゆっくり落ちるかなと思うんですが、どうですかね。お、一滴目はさっきより全然遅いですね。落ち方はこんな感じです。だいぶさっきより遅く落ちてると思います。でここで止めて 42、3g ぐらいで止まりました。秒数は26秒かかってます。じゃあこれ飲んでいきたいと思います。はい、ではできた、今26秒で落としたエスプレッソを、飲んでいきたいと思います。結構変わりましたね。引き目 0.5 メモリ変えただけなんですけど、さっきよりも秒数が9秒長くなりました。っていうのは引き目が細かくなったことでパンパンに詰まって、よりお湯が通りにくくなった、つまり粉とお湯の接触時間が同じグラム数のエスプレッソを出すために長くなったので、その分接触する間に成分、特に甘さの部分がさっきより抽出されやすくなっているかなと思います。じゃあいただきます。うん、うまいねあれ、結構これうまいんじゃね。いいっすね。あ、これご機嫌なエスプレッソですね。なんか普通にお店でエスプレッソ注文してこれ出てきたら最高にうまいっすよね。なんか普通にめっちゃ感動しました。僕初めてバリア VS3 で、まあ、今回エスプレッソ落とした2ショット目なんですけど、こんなにうまく落ちるんだっていう感じっすね。うまいな、あんまり言うことないな。まああるとすればもうちょい甘い方が僕は好きかな。まだ酸が少し浮いてる感じがする。まあもう 0.1 メモリ細かくすることで、もう 1,2 秒長くなって、素晴らしいエスプレッソになるかなと思うので、少しだけ細かくして最後に、ベストエスプレッソを落としてそれ飲みながら締めくくりたいと思います。はい、では豆を同じように18測ってラストショットですね。もうこの一番細かいこの単位でこれを 0.1 細かくしました。ほんのちょっとだけです。この状態でまた同じように、豆で洗ってあげてシポシポっとしてあげて、この粉を捨てて、これで引いてあげましょう。枯れていく様子はこんな感じです。頑張って細かく引いてくれてますね。はい、引けました。これが 2.4 番という、メモリのエスプレッソ用っぽい引き目です。じゃあこれで最後エスプレッソ、さっきより甘くなると思うので落としていきましょう。では同じように
粉を捨ててあげて、バスケットを拭き取って、この状態でゼロにして粉をセットします。 18.1 近いですね。じゃあ 0.1g だけ減らしてタンピングしていきます。ちなみに今回の豆はペルーのフロールデルバレという、豆で入れております。結構この豆自体は、しっかり甘さがある、中南米のコーヒー全体的にそうですけど、甘さがしっかり出やすいコーヒーです。エスプレッソにどんな豆が向いてるかっていう話よくあるんですけど、僕はどんな豆でも基本的に、まあ、濃くするか、薄く飲むかの違いでしかないので、どんな豆でも美味しいと思うんですが、まあ、特にこういった甘さが軸にあるようなコーヒー、中南米のコーヒーとかはまとまりやすいかな、エスプレッソにした時にバランスを、保ちやすいかなと思うので、まあ、まずこういう風にエスプレッソにする上では中鍋のコーヒーはかなりおすすめです。じゃあこんな感じで綺麗にタンピングできたので抽出していきます。はい、じゃあセットしてカップを置いてすかさず抽出スタートという感じです。さっきより気持ちさらに遅いかなってくらいのイメージですね。うん、結構ゆっくり落ちてます。ただこのグラインダーで引くと後半が早い気がしますね。こっから伸びていく感じですね。で 40g ぐらいで止めて 42g ぐらい、お、ちょうどですね、いい感じに落ちたと思います。はい、いいんじゃないでしょうか。今秒数が28秒で落ちました。さっきのに比べて2秒確かに長くなっています。じゃあこれ飲んでいきたいと思います。エスプレッソ見るとこんな感じです。ちゃんとクレマも出ていますし、質感もトロッとして、綺麗に落ちてるかなと思います。では最後にこの 2.4 の引き目で引いた粉で落としたエスプレッソを飲んでいきたいと思います。いただきます。あ、うまいわ、最高ですね。ていうかこのグラインダーすごいな。まずめっちゃ綺麗にフレーバーが出てます。フレーバーっていうのは豆が持っている豆ごとの鼻に抜けるこの華やかな香りとか個性の部分ですね。このペルーのコーヒーでいうと特に黄桃とか赤リンゴを煮詰めたような、そんな、まあ、フルーティーなんだけど甘さを伴っているような印象がすごいあって、それがめっちゃ綺麗に出てます。うん、うまいな、このエスプレッソめっちゃうまいっす。これ普通に店で出せるレベルかなと思いますね。店でエスプレッソ頼んで本当にこういうの出てきたら僕はめっちゃ、うわ、うまかったなーって思うレベルのエスプレッソです。はい、素晴らしい性能だと思います。これ多分ね、ラテにしてもめっちゃうまいと思うんで、ちょっとミルクで割ってみましょうか。牛乳で、スチームをしていきます。はい、スチームミルク今日作ったのでこれを注いで、まあ、ちょっと飲みかけちゃったんでね、あれですけど、よし、こんなもんかな、飲んでいきます。うん、いや、めっちゃうまいわ、最高っすね。これなんなら家庭用のエスプレッソマシンとバリア VSE あれば、まあ、このクオリティが家で作れるっていうことなので、それを考えるとめちゃくちゃうまいっすね。これ最高です、文句なしのうまさです。うん、やばい、夜なのにもうこれめっちゃ飲みきっちゃいそう。うん、うまいっす、うまいっすね。今回ちなみにドリップ用の、普通にフィルター用というかね、ドリップ用の豆を、このバリア V3 で引いてエスプレッソにしてます。エスプレッソ用の焙煎と、ドリップ用の焙煎はちょっと焙煎側としてはイメージ違って、もし、まあ、あんまりね見ないですけど、エスプレッソ用として売っている豆があれば、まあ確かにエスプレッソには合うかもしれないです。どういう違いがあるかっていうと、濃くするんで、よりこの尖りが減るように、まあ、濃くなるっていうことはトゲトゲしたすごい鋭さがあるような豆だったらより濃くなって鋭さが増すので、飲むのがしんどいエスプレッソになってしまうけど、まあこの尖りを減らしてより、ま、丸く甘さでまとめるみたいなのがエスプレッソローストのざっくりしたイメージです。風味とか個性とフレーバーもちょっと弱めて濃くなってちょうどいい感じで焙煎を、まあ、調整したりしています。
で結構そういう感じでお店で出すエスプレッソとかラテとかの、豆はもし自分たちで焙煎してる場合はエスプレッソローストとして焙煎を分けて出したりすることもあるんですけど、まあやっぱ日本でエスプレッソを入れる方やっぱり少ないので、海外に比べても、絶対量としても。なのでエスプレッソローストっていう形で売ってるお店はまああんま見ないかなと思います。そんな中で、まあ、今回ドリップ用の焙煎の豆を普通に、このグラインダーで引いたんですけど、もうそれで十分うまいです。本当に本当にうまいです。これはあのお世辞抜きでうまいラテ、うまいエスプレッソが今落とせたかなと思うので、今回はお店のエスプレッソマシンだったんですけど、まあちょっとまた次回はね、家庭用のエスプレッソマシンでも、僕はこの丸底の、リネアミニを持っているので、それでも入れてみようかなと今度思っております。それまた動画にするので、楽しみにしていただけたらと思います。とりあえずこのグラインダーの性能としては、こっちのねマシンが業務用で素晴らしいので安定して信用できるので、こっちの引き目がどうかっていうのを確かめるには今回すごいちょうど良かったかなと思います。業務用のマシンで入れてみて、で実際に、引き目の調整もしやすかったですし、3回落としてバチバチにうまいエスプレッソが落とせたので、まあ、引き目はこれエスプレッソに問題ないかなと、問題ないというか結構びっくりするレベルで、美味しく落とせたので、もしこのバリア VS3 を使って、まあ、家でエスプレッソマシンを使ってエスプレッソを落とすラテを作るっていう上ではもう最高かなと思います。お店としてじゃあこのマシン1台でドリップもエスプレッソもやっていけるかっていうと、ちょっとまだそれは分かんない。これどういうことかっていうと、引き目を細かくすればするほどやっぱりパワー、負荷がかかるんですよ。でこれがお店の業務として1日30杯50杯連続で回してもモーター熱くならないのか、負荷が大丈夫か、あとはこの刃が摩耗しないかっていうところは、実際にやってみて、まあちょっとさすがにこの小型さでは今まではあんまり経験ないかなと思いますね。こういう形でエスプレッソまでお店で回すっていう形だと、まあそこはちょっと分かんないんですけど、 1,2 杯数杯作る程度だと、まあ、十分素晴らしい性能かなと、今の時点では言えるので、もし、まあ、お店の営業とかこれでしっかりやってみたいという方がいたら、一回家で連続運転とかさせてみたり、何回も使ってみて何日も使ってみて試していただくと、まあ、より確実かなと思います。まあとりあえずは美味しく落とせたっていうことで、こんな家庭用マシンでドリップ用でもエスプレッソでもどっちもバチバチに美味しくなるっていうことは、まあ僕はびっくりしたので、あんまり他のグラインダーではないかなこのレベルはと思うので、エスプレッソを落とすということも、興味ある方はぜひこのグラインダー、一応概要欄の方にリンクも貼ってありますし、まあちょっと手に入るのが難しいグラインダーで、この白はちょっと今欠品中でまた入荷待ちなんですけど、次9月末とかそのぐらいかなっていう感じですけど、興味ある方は手に入れてみてください。 VS3 を使ってドリップする動画、この、まあ、グラインダーの、まあ、基本的なところは別の動画で紹介しておりますので、そちらも概要欄に貼っておりますので、ぜひまた見ていただけたらと思います。というわけで今日は VS3 を使ってエスプレッソを落としてみました。結果はめっちゃ美味しくなったので、グラインダーはコーヒーを美味しくする上ではとても大事な要素なので、ぜひ皆さん、参考にしていただけたらと思います。というわけでこのチャンネルでは、まあ、器具とか入れ方とかいろんな側面でコーヒーの魅力をお話しておりますので、もし動画のリクエスト、こんなのを紹介してほしいとか、こんなことやってほしいとか、ご質問とかありましたらコメント欄まで気軽にお待ちしております。そんな感じで、まあもし道具を揃えるっていうことに余力がある方、もっと言うと、まあお家でも習慣づいてコーヒーをずっと入れていくっていうことが決まっている方、そのぐらいお家の、まあ、暮らしにコーヒーが馴染んでる方は、ぜひドリッパーでもなくマグカップでもなく、一番味に直結するのは、このグラインダーが味に一番、直結すると思いますので、そこに投資をしていただいて美味しいコーヒーを安定して、楽しめるようになっていただけたらいいかなと思いますし、まあグラインダーね、最悪なくてもお店で引いてもらって、都度使う分だけ小分けで、粉に引いてもらって家で楽しむっていう分にもコーヒーは気軽に楽しみますので、各自皆さんいろんなスタイルでいろんな深さでコーヒーを楽しんでいけたらと思います。一緒にコーヒーを楽しんでいきましょう。